トランクスさん、僕ですよ。ご飯さん。まさか。そんな。あれは僕。いいえ、違います。あいつはご飯さんなんかじゃありません。まさかここまで来るとは。ブラック、ブラック、トランクス、こんなところに。そうか、指輪の力で時を超えたか。ごきげんよう、孫悟飯。トランクスさん、ちょうどいい。この体で君と戦ってみたかったのです。お前が何者かは知らないけど、最悪な敵だということだけはわかる。おや、そうですか。では、もっと押していこう。まるで自分を相手にしているみたいだ。気味悪いな。本気を出せ。その程度じゃ勝負にもならない。よっ、何、あ、これで終わりだ。一体何が目的なんだ。これくらいの抵抗はしてやる。素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。やっぱり気味があるな。俺たちはあいつをご飯ブラックと呼んでいました。やつ、ブラックとザマスは同一人物じゃない。ザマス、君に会いに来ました。あなたがブラックの仲間だなんて。仲間ではありません。同志。
といったところでしょうか。一体目的は何なんです？私の望む正義の世界の実現、その正義に人間は必要ないのです。何だと？ゴハンさん、俺も戦います。え、行きましょう。クソ、うん、そりゃ終わりだ。うわっ、だっ、よっ、うわっ、よっ、うわっ、だっ、どうだろう。なんだ、僕たちの攻撃がまるで効いていない。サイヤ人諸君、ありがとう。君たちの無駄な強さのおかげで、この肉体の偉大なる不死身さがより引き立つことになる。不死身の肉体だと？どこだ？うりゃー、終わりだ。よっ、よっ、だ、よっ、だ、よっ、うわっ、あー、だ、よっ、うわっ、よっ、だ、よっ、うわっ、だ、よっ、だ、よっ、だ、くそ、このままじゃ。ゴハンさん、俺がザワスを引き受けます。今のうちに。うわこんなもの。これで十分だろう。必要ないかもしれないがな。ありがとうございます、ピックルさん。ピックルさん、僕に本当にできるんでしょうか？どういう意味だ？マフーバは成功確率が低い技なんでしょう？もしまだザマスがいて僕が失敗したら。随分と弱気だな。いいか、ゴハン、前から言っているが、お前は強い。覚悟を持ってやれば何でもできるはずだ。マフーバもトランクスを救うこともな。俺が言うことが信じられないか？いえ、ありがとうございます、ピッコロさん。必ず僕がトランクスさんを助けてきます。いうものを見せてやろう。どうだこの姿は。お前がサイヤ人の力に頼らず能力を発揮できるように、俺も神より引き出された力を使いこなせるのだよ。神に引き出された？貴様、なぜ妖怪王神様と修行してるんだ。勝てんぜ、お前は。よっ、よっ、うわっ、だ、よっ、だ、よっ、だ、ふっ、だ、だ、そうだ、だから。やっ、うわっ、だ、ふっ、だ、なんだと、やった。おりゃ。宇宙最強の戦闘民族、サイヤ人。さらに神から力を引き出させてまで強さを求めるとは、第六宇宙との戦いではおごり高ぶっていただろう。
その力を周囲に見せつけ、まるで神よりも強いとでも言うかのように。あの試合をお前も見ていたのか。気がつかないか、孫悟飯。この俺こそ神の身でありながら、惨めにも人間のお前に打ち負かされたかつての怪獣を邪魔し、この俺が。神の真の力を見せる時だ。機は熟したということか。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。これこそが正義。貴様のやっていることは正義なんかじゃない。言うじゃないか、小賢しいサイヤ人どもめ。神の光の力見せてくれる。裁きの刃。うわあ！はいつくばり逃げるがいい。お前の家族のようにな。どういうことだ。貴様ビーデルさんとパンに何をした。お前の体を奪った後のことか。もう察しているだろう。何だってビーデルさんを。パンを。落ち着け、ご飯。今は一旦引くんだ。断罪してやる。その命をもって償え。神に引き出されたというその力、実に深いだ。貴様らのような人間には過ぎた力。本当にそうか。試してみる。だっけよ。落ちるな。ち、向こう。しまった。うわうわよっ。よっ。うわあ。ち。だ。ち。うん。あ。勝てんぜお前は。よっ。うわよっ。うわだ。よっ。うわだ。
聖なる激凛、これが神の怒り。バカな分解パターン。不死身じゃない体が合体した体に影響しているのか。行くぞご飯。はい父さん。何をする気だ。カメハメ。ザマス、これはお前を許さない。おのれ。あと少しで倒せそうなのに、もう体力が持たねえや。安心してください。まだ一個、最後の先祖が。いや、ほらいい、褒めがやるんだ、ごはん。はい、ごはんさん、俺も戦わせてください。でもトランクさん、体は。これは俺の戦いでもあるんです。俺は俺の手でこの世界を、未来を守りたいんです。わかった、一緒に行こう。Yeah!
今のゴハンさんには戦わないでいてほしいんです。あの、キュッキュッタッザンボが弱いな。キュッキュッヘ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 ッみんなの力を貸してくれ。俺の力よ、この世界の盾になれ。タッキュッ、行くぞみんな。さあ、この程度でやられるものか。終わりだ。ロッキャー、ハッチャー、シュッ。飲みに行く隊に、なんてことを。絶対に、絶対に許せん。我は不死身だ。さあ、次は誰に助けを求める？過去か、未来か。そうやって神の正義に背き続けるか。貴様ら人間はその弱さゆえに頼って何が悪い。強いことだけが正義なんかじゃない。ゴハンさん、そうだ、俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。昔ゴハンさんに助けられたから、今度は俺もみんなを助ける側になりたい。そう思えた。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。人間が力をいくら合わせようと神にかなうものか。マセンコ、行けゴハン。倒せトランクス。はい。今だ、これを使え。ゴハンさん、ピッコロさん直伝のマクーバー！何？神は人間に敗れるなどあってはならない。これで未来の世界は救われたんだ。よかったですね、トラックスさん。はい、俺たちの手で。おいトランクス、お前これからどうするんだ。ここで暮らしていくのか。大変じゃねえか。俺たちのとこに来たらどうだ。ありがとうございます。嬉しいですけどやめておきます。俺この世界を元に戻したいんです。皆さんが守ってくれたこの世界を。そうか、
きますよ、トランクスな。おかえりなさい、ごはんくん。ただいま。一人ではどうにもならなかったことも数えきれないことある。だけどそのためにみんなが、家族が、仲間が僕を支えてくれたんだ。